月収をよかったら教えていただきたいです。まあ絶対に教えられないけど、 APEX 収入ランキングというものがありまして、 YouTube で僕の配信画面にちょっと出させていただきたいんですけど、それあの、ね、APEX 実況者年収ランキングっていう動画があるんだよね。その動画で41位から始まるんで、41人の APEX 実況者ランキングがあって、なんで41人なんっていう中途半端な数字から始まるかっていうと、なぜかわかんないんだよね。まあ俺もわかんないんだけど、41位中の41位が俺なんだよね。こちらです。その動画の、ちなみに41位のこの画像がこちらになります。神戸チャンネル YouTube 年収11万円です。はい。なんでね41位から始まるのかは俺もわからない。でもすごい嬉しい。そういう動画に俺が出れたっていうこと自体がね、すごい嬉しいね。まあでもただ一つ言えるのは、年収11万円で仕事辞めて YouTube 配信業をやってたら、まあ多分だけど、まあ多分っていうより絶対だけど死ぬね。申し訳ないけど俺多分インターネット料金も払えん。1年間投資のインターネット料金も払えんわ。立花さん落ちちゃった。まあでもね、まあでも実際僕配信歴めちゃくちゃ、もう何年だろうな、高校生くらいの時からやってるから、まあ8、9年くらいあるまあ10年弱くらいかあると思うけど、生活できるようになったの最近だからね。それまでは本当に、あ、すいません、メカブスープ作ってました。あ、はい。最近メカブスープにハマってんだよね。